い、じゃあこんにちは。こんにちは。早速質問します。はい。今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。前回説明会に行った時、MBA さんの方でインターンシップで、ゲームを制作の体験ができる、貴重な体験ができるとお聞きしたので、今回参加しました。はい、ではインターンシップを始める前の経験があれば教えてください。大学では、Python や Linux などのツールを使って、HTML や CSS などを学んでいました。しかしゲームなどを制作した経験はありません。はい、では今回インターンシップで行った内容を教えてください。はい、記事と動画作成と HTML を使った闇営業に関してのウェブサイトの作成です。はい、それぞれ具体的にどんなことをしましたか？記事と動画作成では自分のおすすめする映画に関してのレビュー内容を作成しました。はい、ウェブサイトに関しては闇営業に関して、記者会見でしたり、加藤浩二さんの、コメントなどの、書き入れました。では見てほしい記事とか動画はありますか？記事と動画では、一人で鬱になった時に、見るおすすめ映画と、あと連休の時に、見るおすすめ映画を、見てほしいと思います。はい、わかりました。なんか制作で苦労したことがあれば教えてください。記事と動画では、自分の、文章などを書き加えたのですが、皆さんに分かりやすくする説明書きを加えるため、自分なりにどうやったら伝わるかという工夫をしました。そしてウェブサイトの方では、他のサイトの書き入れや、画像、それに関する画像などの手を加えました。はい、では本日が最終日です。はい、インターンシップの感想を教えてください。はい、本日、ウェブサイトや、記事と動画作成など、様々なことを行いましたが、実際に、職場で、働くという、雰囲気や、ものを作るという苦労や、楽しさを知り、とても、深い経験となりました。とても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。